てピンク色のボールが動いてるの分かる？これね、現実世界でもそうなんだよ。重たいもので引かれる法則があるのよ。そういうこと？これ万有引力の法則使うの？ほら、いけた。レベル高っ。赤いボールを左の壁に当てろ。今さっきどうやってクリアしたっけ、これ。超難しくなかった？さっきは出すだけだったんだよね。こういうのを書いて、こんな感じで出したんだよね、今さっきは。今さっきと同じ感じでいくわ。あれ、いけたくね、もう。いや。ミスった。やばい、ミスった。でも今さっきと同じ要領。いける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 。これちょっと得意だわ、これ。この分野得意だわ。なるほどね。長すぎても、あそこの発射口から出ないのか。ここに何、これを書く、まず。あ、OK ね。こうする。こうする。こうする。いける。こうする。あ、ダメだ。全然ダメだ。ちょっとちっちゃめに書きまして。はいはい。いけたんじゃない？これ。もろたで駆動。ほな行くで駆動。ポイーン。そこでバウンドするのは何？本当にこれ物理コース法則あんのか、これ。おい。うまい！これはうまい！よいしょ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 ー！シャッティングに行けるぞ、これ。うっぽー、無理だってだから。こういうの書いてみたら、ずれて、あ、やばい。あー、ボールを出すだからな、むずいんだよな。こんな感じでちょっとデカめの物体を描いて若干ギリギリ当たるぐらいの、あーこれちょっとやりすぎたな、これぐらい、ほい、なるほどね、わかった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 、これね、垂直抗力ってやつを使うんじゃない？ここにめちゃめちゃ重たいボールを作るとしたら、まあ、この箱は絶対に壊れないわけじゃん。で、力っていうものは、こういう力に対して絶対こういう力が働くのよ。で、こういう力が働くのが強すぎて、こっちに働く力とこっちに働く力が相殺して、大体物事というのはこう成り立ってんの。でも、相殺できないぐらいの力が働いた場合、この箱がボイーンって絶対上に上がるんだよね、相殺しきれなくて。この勝負勝ちました、いきます。いや、でも一番惜しかったのってやっぱこれなのよね。スーパーデカデカボール書いてここに。で、こう滑らせれるようにして、こうするのが一番良かった気がしたんだよね。こかせるとか？いやでもこかせれなくない？こういう感じのやつを使ってこかせるみたいな。わかる？みんな。こういうの書いたらさ、この箱がさ、コテってなるわけじゃん。そのコテってなったら、あとはピンク色の玉を出すだけだから、簡単なのよ。まずこれでこかせれるかやってみよう。いや、頑張ったらいけるな、これ。もうちょっと平らにしよう。1対2対ルート3ぐらいの直角三角形っぽいのを書いて、これで斜辺がここ大体30度だね、ここ。で、あとは、あ、ミスった、最悪。うわ、これ最悪ミスった。これぐらいなんともないでしょ。これ絶対に当たるね。で、高さを出すことがこのゲーム超大事なんで、これで高さ出して、あとはこれもやるだけよ。はい、ドン！30度じゃ申し分ないな。20度ぐらいにしてみよう。だいたい20度ぐらい。で、もうちょっと高さ出してみる。これぐらいか？いや、もうちょっとでかい方がいい。これぐらいでかいボールにして、いけそうな気がする。
行け。2の4乗パラダイススタート。どうすんのこれ真面目に。もうこれ大パンしちゃうよ私これで。いいのかおい大パンしちゃう。ちょイライラしてきたんでプロテイン作ってきました。もう肩ぶっちゃうよこんなイライラするゲームしてたら。普通にふざけんじゃねえぞ本当に。筋肉つくわ。まずああいうねこの四角形のやつを上げる作業が絶対大事なんだよね。でどうやって上げるかなんだけど、まあ二頭筋に効かせたいんだったら絶対にねこうここのタイミングこのネガティブの動作を大事にすることが大事大事大事。ネガティブの動作大事。ハンドを使わない。ハンドを使ってあげたらねまあ上がるけど二頭筋には効かせれてないんだから。でもハンドを使わずに上げれる要領で、でよければこの肘膝どっちだったっけ。ここピザって10回言ってって言ったらここに膝って言っちゃうからこっち肘だ。肘に固定する。まあ台とかあればよね。台とかで固定して反動つかないようにしてこう上げることが大事。誰が筋トレの知識言えって言っとんなまして。いけれそうじゃねこれ。よーし、やっとクリアできた。めっちゃ黙りながらどうしようか考えてたんだけどめちゃめちゃうまくいった。よし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 、20までいくぞこのまま。よお前らついてこれるか。スーパー簡単なことを思いつきました。まずこうします。でここにこれチッチンじゃないからねみんな。これチッチンじゃないよ。これで、まあそう簡単にはうまくいかない。難すぎじゃねこれ。分かっちまったぞ。重くすればいいんだな。重くしたら運ゲーでどうにかなるんだな。めっちゃ重いの書くわ。めちゃめちゃ重いの書く。なんなら今さっきの万有引力の法則みたいでさ、超重たいもの書いたらこのさ人間が私のこの重さに引き合わない。ワンちゃん、え重すぎてもダメ。それとも長細いのがタイプあなたも。分かった分かったわ。みんなこういうのを作ってここに丸を書くんだよでっかく。そしたら腕引っかかってまっすぐ飛ぶんじゃねっていう。そうこんな感じこんな感じ。これがもうちょっとなんて言うんだろうな、うまくいったらめっちゃ重くしてみて、とりあえずとりあえずめっちゃ重くしてみて、これでどう。もっと重くしないと無理。いや無理だ。これで1位じゃない。ゲームクリアだ。どうやんのこれマジで。やべマジでわかんない。ピンク色のもと見てイライムラムラじゃなくてイライラするの初めてなんだけど普通に。で、ちょ、攻略見ていい攻略。攻略を見た私は最強に等しい。こんな感じでこうやってやってた。おい。おい、違うじゃん、攻略と。全然できねえじゃん。はぁ、あ、はぁ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 。手の上。黙れ僕。手の上だね、手の上。手の上ってだいたい9の位置なんだよね。で、9の位置にこんな感じで超でかいボール書いてた。なるほど。いけそう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 。これさ、これ作った人誰だよ、マジで。ニンテンドー
お前これモンハン回答出してみろよマジで。運ゲー以外で絶対にできるモンハン回答出してみろよ。お前らできねえもんない作んじゃねえぞ。物理なんだな、答えは 100% 出るんだよ。わかるかおい作ってるおい任天堂おい任天堂おい。ふざけんじゃねえぞマジで。モンハン回答出してみろよ。絶対に攻略できるモンハン回答出してみろよ。作れねえなら作んなよ。作れねえなら作んなマジで。みんな運ゲーなんだよ絶対に。いやもううざくなってきた普通に。なんで俺いつもピンク色のもの見たらムラムラするのにイライラするの。せーな、つかなんだよこの格好。ニンテンドー、わかったわかった、追撃入れるんだ。これ追撃入れるんじゃない？ Q のところで。いくよ。食らいやがれー。いけそう。後ろ見せて後ろ。そう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 。で、これ足に引っ掛けた方がよくね？これ足に引っ掛けたら絶対いけるくね？これ勝ったんじゃない？みんな。うわあ！いった！これはいったでしょ！これはいったでしょ！戻ってこいよ早く！なんだこのクソゲーマジで！落ちてこいよ早く！パソコン、キーボード壊れたんだけどなんか。もうなんで今さっきのダメなんだよおい！意味がわかんない普通におい。パソコン壊れたじゃねえかお前のせいで。はぁ、今の絶対行ったと思ったわ。今ので無理ならどれが正解なんだよマジで。模範解答ガチで教えてほしい。出せねえだろ、できねえもんなお前らじゃ。答えがないゲームを作るのがお前たちのやり方だろ。なんで今さっきの行けなかったの。普通に高く飛びすぎたらダメとか書いてねえだろ。は、画面外に行かずにこう行けってこと？おかしな話だよマジで。結局運ゲーじゃねえかよ。いけた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 、これは絶対いけたでしょ。おっしゃやっといけた。もうふざけんなよマジで。おい結局人間じゃねえか気持ち悪い。おいやべえめっちゃ、おい見てっか作った運営、お前もこうなりたくなかったらもう半回答今すぐ出しやがる。おい見てんのか。おいお前のせいでうちのキーボード壊れたじゃねえか。最後まで見てくれてありがとうマドモアゼル。 Twitter、Instagram もフォローよろしくな。最後に言いたいことがあるんだ、聞いてくれ。君の瞳に Hey guys